6時間1対1で話をするっていうことで、普通だったらなんか集団授業とかがやっぱそういう日本とかだったら多くなるんで、集団授業だと自分の意見をなかなか出せなくって、結局英語を発揮する時間が全然ないんですけれども、やっぱりワンツーマンなんで、なんか自分の意見をすぐに相手に伝えなくちゃいけないっていうことで、自分からなんかそういう英語を伝えるっていうことについてはかなり英語の能力が上がったような気がして気がすることができました。やっぱり最初1回目授業を受けた時はなんかすごい意見が急に、ずっと50分間英語を聞いて、なんかもう頭がもう英語についていけない状態だったんですけれども、やっぱりやってるうちにすぐにインプットしてアウトプットしてっていう、その瞬時にやるっていう行動がだんだん上達してきたような気がします。日本ではなんか英語で伝えられたことをすぐに返せなくて、まず一回日本語に直してから返せなかったんですけれども、こっちに来てからはなんか自然と英語でのすぐに頭が理解して返せるように